ひろさん。はい。俺たち骸骨チームじゃん。はい。ちょっと悩みがあるんだけど、聞いてもらってもいい？いいだ。ゴーストがね。なんか勝手に話し始めたんですけど。おぉちょっと画面に俺らいなくなった今。ゴーストのせいだ。これ。ひろさん。え？画面に俺らいなくなった。下がったから、水面が。何？あ、映った映った。出た映った。頑張ってる頑張ってる。僕はゴーストの力には屈しないの。いや、ゴーストいいなと思ってるんだよ。え、なんで？いや、なんかゴーストがさ、ちょっと見た目が可愛くて、ちょっと悩んでて。はい。骸骨入れちゃったんだけど、ちょっとそっち映ろうかなみたいな。ああ、骨川スジエモンだもんね。身が欲しくなっちゃったってことでしょ？あー、骨川スジエモン？はい。スネオくんとトラえもん混ざってるみたいなの、その名前何？え、知らないの？骨川スジエモン。知らない知らない。骨川スジエモンなんて。え、汁なしのゴンベは？え、汁なしのゴンベ？何それ？やば！え、知らないの？うるちゃん。逆になんで知ってんの？そんな怪談みたいな話。だって僕ですから。ってことで、俺はゴーストに行ってきます。ひろさん、止めるなら今だよ。行ってらっしゃい。止めて。止めてよ。え？止めて。あ？止めたい。止めて。じゃあもう一回行ってよ、じゃあ。じゃあ俺ゴースト行ってくるわ。バイバイ。行ってらっしゃい。なんでだよ、止めてよ。俺を止めてくれ。俺を。いや、だって行きたいならいいですよ、別に。いや、行きたいけど、でもほら、物理的にもう無理じゃん。投入しちゃったんだけど。はい。止めてほしいんだよ。だって無理って分かってるなら止めなくたっていいでしょ。でもゴースト可愛いから行きたいから、ほんとチームなりたいから、行くよ、俺。行くからね。あ、うらちゃん、行っちゃうの？あ、行く、止めて。行ってらっしゃい。だから、ね、止めなさいって。一緒のチームで頑張ろうって言いなさいって。あ、だ、一緒のチーム、頑張ろうね。うん。頑張ろうね。うん。頑張ろうね。